F リーグ2023-2024ディビジョン1第6節、7月2日に行われたホームゲーム、馬佐地大分対品川シティ。まずは前半、大分のキックイン、前線の2部屋、うまく振り向き狙う、わずかに外。今シーズン F1 に参入した品川、大分ゴールを狙う。ここはキーパー戸田がナイスセーブ。しかし2分、品川のミドルシュートからこぼれたところを押し込まれ、先制点を許してしまいます。大分のカウンター、10番ニブヤから4番青、走り込んだ橋本へ、惜しくも合わず。ここで大分は10番ニブヤが接触によるレッドカードで退場、1人少ない時間帯に。ここで品川のキャプテン、かつて大分でもプレーした白方に詰められ、ゴールを許してしまい、2点差を追う形で試合を折り返します。そして後半、負けられない大分はゴールキーパーを攻撃的な上原に交代。キーパーを上げて積極的に攻めていく。ここは大分いい連携、三浦が飛び込む、惜しくも相手キーパーがセーブ。パワープレーのような形でキーパー上原を起点に攻める大分ですが、なかなか品川ゴールを割れない。守備ではこれ以上点差を広げられたくない大分、集中した守りを見せます。ゴールキーパー上原、ナイスセーブからドリブルで駆け上がる。いい流れを作っていきたいところ、押し込む大分、4番青からクロスをコカド、頭で狙うもセーブ。そして34分、コーナーキック、青からコカド、走り込んだ高溝。大分、セットプレーから狙い通りの見事な連携。最後は18番、高溝レイナが押し込み、1点差。試合は最後まで激しい攻防戦。大分、ここで奪い、カウンター。8番、三浦、惜しい。そして38分、大分コーナーキック、コカド、ここから狙う。ここで17番コカドの代名詞、コカドキャノンが突き刺さり、大分ついに同点ゴール。この後さらに大分はゴールを狙うも同点のまま試合終了。馬佐地大分、苦しみながらもホームで勝ち点1を得ました。次回ホームゲームは7月17日月曜祝日、レゾナック武道スポーツセンターで12時キックオフ。そしてこの日は小学生以下ご招待、申し込みは不要。ぜひ会場へお越しください。